先日、これこれ様の配信で、ユタボン様が、小川社長に対して、くっそ失礼な物言いを、してしまいました。それに対して小川社長は、法定スタディ号を、前向きに検討していく、というコメントを発表。日本一周の途中で、まさかの法定編に突入する可能性が、出てきてしまいました。ユタボン親子は、リバーズエコに来てスタディするか、法定でスタディするか、どちらかを選ばなければなりません。もう逃げ道塞がれちゃってますね。おい、どうすんだ雪屋。お前が始めた物語だろ。なお雪屋様は、小川社長のメールに対して、未だに既読をつけていないそうです。お金もらってるんだからさ、しかも決して安くない金額を、それだったらメールくらい、さっさと返しましょうよ。仕事みたいなもんでしょ。ちょっと本当に、雪屋、大丈夫か。まあ今までの行動から、とっくにわかりきっていることなんですが、本当に常識がなさすぎる。配信で言及されるまで、一切連絡をよこさずに、配信の後に焦ってメールしてきたかと思えば、既読すらつけないという、雪屋、それはまずいよ。早く返事をした方がいいよ。いや真面目に、既読すらつかないって、どういうことなんですか雪屋様。半切れ。この対応だと、さらに評価が落ちていきますよ。いやこれ以上は、落ちようがないか。小川社長も、ユタボンを怖がらせてしまったのなら、申し訳ないと謝罪されていますし、小川社長の方から、ああいう動画を出されてしまうと、もう会いに行くしかないですね。というか、しょうもない観光旅行を、している時間があるのなら、直ちに愛媛に直行した方が、いいんじゃないでしょうか。小川社長は今回の対応について、もしかしたら、いつもの弁護士先生から、助言を受けているのかもしれませんね。クラファンの返金に応じなければ、切れるカードはいくつかありますし、すぐに返金に応じなかったのは、正しかったと思います。最近のユタボン様の観光動画は、せいぜい再生数が1万回くらいです。ネームバリューがある割には、再生数しょぼいな、直球。でも小川社長との動画を出せば、観光動画よりは伸びるはずです。残念ながら、日本一周の動画よりも、そっちの方が需要があります。需要があるんだったら、YouTuber として、それを最大限活用していくのが、雪屋の役目だと思いますが、いかがでしょうか。これで逃亡するようなら、もう雪屋は操縦者失格ですよ。ユタボン様は、別の操縦者に乗り換えた方がいいですね。雪屋様の懸命な判断に、期待しましょう。ユタボン様の今後のことについて、少し話します。前々から言っているように、もう炎上商法では、再生数が稼げなくなってきています。10歳くらいの時は、まだ見た目が幼くて、可愛らしさがありました。しかし13歳に成長した今、その子供ブランドが、消えつつあります。再生数もだいぶ落ちていますし、YouTube の広告収入の減り方が、ガチでやばいです。このまま落ち続けると、もう冗談抜きで、取り返しがつかなくなってしまうでしょう。なのでここは、起死回生の手段として、こういう台本はどうでしょうか。ユタボン様が愛媛に行って、そこで改心して、正義の心に目覚めて、真面目な YouTuber になる、という台本です。相棒の内村刑事部長みたいな感じで、自然な流れで、正義に目覚めた感を出すことができます。ユタボン様が覚醒して、雪屋と決別する。そういう台本も面白いかもしれません。父親を超えるというのは、昔からある熱い展開ですし、それなら今までの全ての責任を、雪屋になすりつけた上で、ユタボン実はいい人感を出すことができます。まああの親子のことですから、どうせまた逃げるんでしょうね。私は全く期待していません。でも会いに行くようなことがあれば、ちょっと見直しちゃうかも。最後までご視聴ありがとうございました。